今年に入ってからもう値上げのニュースをお伝えする機会が、ね、矢下さん多くなってきましたよねそうです、ね、今もまさにお茶や冷凍食品の値上げのニュースありましたけれども帝国データバンクによりますと食品メーカー105社への調査で値上げになるのはなんとこれまでに値上げしたものそしてこれから値上げするものも含めておよそ8400品目にも及ぶということが分かったんですね。ね具体的に見ていきますと 例えばカップラーメンやソーセージなどの加工食品はおよそ3600品目平均で13%値上げしているまた、これから値上げするものがあるということなんですね。他にもサラダ油やドレッシングなどの調味料はおよそ1700品目平均10%の値上げさらには酒類、飲料菓子類 パンなども相次いいでで値上げをしているんですねまあ世界的な小麦の価格の高騰また物流費や原材料価格の値上げなどが背景にあるということなんですが、まあ、松尾さん、小松さん、はい、この値上げを実感したことというのはこれままでありりしたかやっぱりこうレシートとか見ているとね今までと同じような内容を買っているはずなのに、はい、あれちょっと 高いって思うことよくありますよね。お買い物実際にされてということですよね。んなんか売り場よりもレジで最後の最後にあれっていう感じですよね。はい、そうそうそう。一 <laughs> 個一個よりは。<ー>ただ値上げの本番というのはこれからかもしれないんです。帝国データバンクによりますと来月以降に値上げをするとされている食品がおよそ3,600品目もあるんですね。まあこれからがまさに値上げの夏となる見込みなんです。 例えば、夏に需要が高くなりますアイスクリームを見ていきますと現在、原材料価格が高騰していまして売れれば売れるほど赤字になってしまうとですから、今月さらには来月から値上げをするとみられています。 一方でアイスクリームと同じように夏に需要が高くなるのはビールですねビールはこの夏もしくは夏の前に値上げをしてしまいますと消費者が離れてしまう可能性があるためシーズンが終わった後秋からの値上げを予定していると、まあ、値上げをする可能性があるということなんです。 ではこの相次ぐ値上げから家計をどう守っていけばいいのか、まあ、先ほどお買い物の話ありましたけれども松尾さん、小松さんはこの買い物をするとき、はいうん、節約のために気をつけていること工夫していること何かかかありますかなんか節約というほどじゃないんですけれども、はい、やっぱり近所のスーパーに行くとその日の安売りというのがあるんですよ、ええ、先日、小松菜が1袋98円で <laughs> 特売で2度見して、ええ、あのその日のお味噌汁のメニューを変更して、ええ、あのお揚げと。はい そして小松菜のお味噌汁にしましたなるほど、ね、小松さんいかがでしょう <laughs> 私はあのストレス解消がデパ地下なので、はい、やってないので、ええ、教えてくださいわかりました <laughs> 今まさに松尾さんのお話にも共通するところあるんですけれども毎日スーパーの現場に立っているこちらの方にお話を伺いましたスーパー秋代の秋葉博道社長です毎日お客さんの動向を見ているこの秋葉さんによりますとまずポイントとしては 特売やはり松尾さんおっしゃっていた、うん、特売をうまく活用してほしいということだったんですね。どういうことなのか以前は買い出しのメモを持っていた方が多かったんですが最近はそういった方いないそうなんです。というのもまさに松尾さん、うんはい、特売の食品を活用してその日の献立を決めている方というのが最近増えているそうなんですね。うん ですから秋葉社長もやはりこの天気やその日によって特売のものというのは変わるのでその日の特売に注目をしていただければその節約をできると言いますかあのこの値上げの波も乗り越えられるのではないかというふうなアドバイスをされていました。まあこの値上げの夏小松さんどう乗り越えていくかというのは少しちょっと難しいところはありますね。あでも今のすごく勉強になりました。その都度やっぱり高い安いって。 変わるのでそうですよね売り場で確認してだから即興で買い物するってことですよね、うん、そういうことです、ね、料理スキルも問われるということですけど <laughs> そうなんですよもうその日の献立を例えば検索したりとかして用意していたりするんですけれども、はい、それをもう捨ててしまって、うん、で、ね、この小松菜を見ていたらだんだんアイディアが浮かんでくるっていう <laughs> なんかそういうね本当に 問われますよね臨機応変さというのもちょっと問われるかもしれませんけれども、まあ、電気料金、そしてガス料金などの光熱費も今、上がっている状況ですから工夫をしてなんとかこの値上げの夏乗り越えていきたいですね。以上値上値げについてお伝えしましまた